お疲れ様ですまあ生きてるのが一番コスパが悪いっていうのはね、まあ、別の見方もできるかなと思って、えー、まあ人が生きていなければ例えば A さんっていう人がねイエス・キリストでい,いやイ,スイ,エスイエス・キリストが生まれなければ聖書ってものが生まれずに聖書の売り上げってのはなかったわけですよね。でもイエス・キリストが短い時間だけども生きていたおかげで何千年もの間に聖書というものが 世の隅々まで行き渡るようなコストパフォーマンスのものすごくいい人生をもたらしてくれるみたいなね。で多分1,000年後も3,000年も五千後も5,0005年後もイエス・キリストはいるでしょうし人類が地球を飛び出して太陽系や銀河系それから外縁宇宙に出ていく限り多分イエス・キリストの言葉ってずーっとねイエス・キリストの思いってのは広がっていくんじゃないかなと思うんですよ。と考えるとたった一人の人の人生が。 数億人、数十億人、数千年、数万年にわたってまで影響を及ぼすとしたらむちゃくちゃコスパいいなっていうふうにね、思えたりするんですよね。でも人によっては、なんか、せっかく生まれていろいろやったのに、マイナスになって終わる人もいて、まあ様々なのかなっていうところですよね。で、コスパにこだわる人っていうのは結局、 あの自分がインプットしただけのアウトプットが外に出せないからコスパが悪いのかなと思うんですよでコスパがいいか悪いかっていうのは結局あのどれだけのものを受け取ってどれだけのものを生み出したのかの差し引きで決まわればいいんじゃないかなプラスマイナスで、うん、かコスパがあるコスパがないっていう風なオンオフ理論でいけばまあ単純なのかなと私の場合は思っちゃうんですけどねコスパが100なのとコスパが101なのとって比べるんじゃなくて コスパがあったのかそれともプラスだったのかマイナスだったのかなかったのかっていうのね二元論で考えるとどうかなと思っちゃいますよね、うん、でまあ私の場合はだから言わせれば自分が生きたことによって新しい生命がつながったんでコスパがいいかなっていうふうな解釈ができるかなと思うんですよまあもしくは私の死後も何本か即果軸ってものが残ったりとか YouTube に動画が残ってそれが再生されることによって、まあ、世の中をね少しでも動かしてるってことを考えると まあ、コスパは良かったというふうに自己肯定感は募るばかりでございます。いっってらっしゃい